ファイターズの継投になるのかどうかという今日のゲーム。左中間強い打球が上がった、もうセンターレフト見送っている、来日初アーチレイズ。メジャー通算108発は伊達ではない。内野安打1本から初安打を放ち、その後の打席でゾゾマリン左中間深いところへぶち込みました、ホームイン。4対0、ファイターズここでソロホームランの1点追加。この一発は痛いですね、まあ、打ったね、バッターやっぱりこう、選手がね、先ほどの内野安打ですかね、よくしたところでこの一発、力負けしないですよね、この辺りは。先ほどね、力のあるボール投げてますよっていうふうにコメントしましたけど、はい、はい、これがレイエスのホームラン、ストレート外から入ってきましたが、まあ、なかなかゾゾマリン、この方角で打った瞬間というかね、センターが見上げるっていうのもね、風逆風ですからね。